3番梅村和久君の発言を許します。3番梅村和久君。3番ふるさと高島新風会の梅村でございます。先ほど山川議員からもご発言がありましたけれども、先般の有原地区の火災におきまして、9戸の家が焼失したということで、関係の皆様には、深く、心よりお見舞い申し上げるところでございます。また議会開会中ということでありましたが、本当にその慌ただしい中、市長をはじめ、消防、あるいは水道、それから市職員、皆さんが、懸命のご努力をなされたこと、ご苦労でございました。ただいまから私の質問に入らせていただきますけれども、私の質問は、高島の活性化へ向けた、諸般のことにつきまして質問をしていきたいと考えております。まず質問番号1で通告しておりました産業の活性化へ、6次産業と発酵食の取り組みについて質問をしてまいります。1つ目、市長は6次産業について私の質問に対し3月定例会ではこれまでの事業展開の実績などを検証した上で、課題を整理しながら、市としての役割を再構築すべき段階と答えられました。さて、3ヶ月の検証の中で、市長が課題として捉えられたものが何か、また、市の役割をどのように再構築しようというお考えであるか、お尋ねしたいと思います。2番目に、同時に12月の発酵食サミットに向けても前向きなご答弁をいただいたところであります。発酵食サミットへ向けては、高島市商工会を中心に今後準備が進められることになるでしょう。しかしながら、もう一歩踏み込んで考えるべきでは、これを契機とした産業の活性化にどのようにつなげるかであります。執行部の見解をただします。質問番号2、将来あるべき森林の姿を考える。高島市における森林の面積は現在36,966ヘクタール、市の陸地面積、全陸地面積が51,136ヘクタールでございますので、約 72.3% を森林が占めることになります。そのうち、保安林を除く人工林、つまり植林された面積は 15,116 ヘクタールに上ります。特に高島市の杉の人工林の面積は 12,222 ヘクタールと、人工林の 80.8% を占めるに至ります。従来、杉は40年を過ぎて伐採されることが多いのですが、現在、滋賀県造林公社では、40年の杉の価格が低いため、生育期間を延ばして80年で伐採する方針に切り替えられるなど、価格競争による国内木材の需要の落ち込みは、森林経営が成り立たない状況に陥り、植林した山林に暗い影を落としております。そうした中で、人工林の森林、特に40年を超える杉の植栽された森林面積は6,359ヘクタールと 52% にも当たります。つまり杉の森林面積の半分は伐採可能な生木が生えているということです。これらの森林は徐々に伐採が進んできます。
そこでこれらの森林が伐採された後どのようにされるのが望ましいか、これを真剣に考える時期であります。まあ、一つ目に、森林として、木材資源やキノコ栽培といった産業的な役割というふうなことがありますが、これだけではなく、に、洪水緩和や水資源の貯留、水質浄化などの、水源寛容機能というふうな部分があります。3番目に土砂災害防止の機能もございます。4番目に二酸化炭素を酸素に変えるような地球環境保全機能もございます。5番目に、生物多様性保全機能というふうなこともございます。これなどの、多面的な機能を持っておりまして、杉等の価格低迷の折から従来の植林ではない新たな植林の在り方を考えることが、これから数十年、数百年先の高島と琵琶湖を考える上で重要であると考えますが、執行部の執権を問います。質問番号3、安土川駅前活性化に向けた取り組みの進捗状況について。安土川駅前の活性化については市長の公約でもあり、大変期待をしているところであります。私のもとにも市民の多くの方々から期待を寄せる声が届きます。ただ同時に一向に見えぬ進捗状況に苛立ちの声が多くなってきたのも事実であります。そこで3月の定例会の際に、安土川駅前周辺の活性化検討委員会を早期に立ち上げ、課題を整理しながら具体的な計画を作り上げ、地域のにぎわいを創出するため再開発に取り組むと回答をいただきましたが、現在の進捗状況と今後の展開について市民の皆様にも分かりやすい形で具体的な説明を求めます。質問番号4番、市のホームページについて。私も高島市のホームページはかなり利用させていただいております。ホームページはそこで求める情報の説明を読み、申請用紙などを受け取り、行事予定なども確認できるという意味で、市民の皆様への本所、市所と並ぶもう一つの窓口といって過言ではありません。ちなみに平成20年10月から平成20年10月までの平均訪問者数は1日あたり2500人から4800人程度であることから鑑みても、その情報の影響度は大きいと言えます。そこで1、現在まで更新遅れなどについて何度か指摘をさせていただきました。また、不要情報や修正の必要な情報が見過ごされていることが多いのは、情報のアップと削除の体制と全体をチェックし管理する体制の連携のまずさがあるのではないかと危惧をしているところです。現在の体制の説明を求めるとともに、課題についても説明を求めます。2、ホームページの内容としても見つけたい情報になかなか行き着かなかったり、目立たないバナーで見落としてしまったり、階層もかなり深いところに行かないと必要な情報に当たらないなど、もう少し工夫が必要ではないかと気になります。ホームページの改良の予定についてただします。3、ホームページの中で市外の方が観光で訪れようとする場合、ご覧になるだろうと思われる観光の方へというバナーをクリックすると、バスの運行時刻表しか出てない状態であります。最近ちょっと変わりまして、観光協会へのリンクが2つほどバナーでございますけれども、今3つほどの状態でございます。たかがホームページと考えられていないか、私は高島市が
観光振興へ取り組もうとする姿勢が問われかねない危惧すべき部分にあるのではないかと心配しております。早急な改善に向けた取り組みを考えておられるか説明を求めます。以上、質問4項目につきまして、回答を求めます。3番梅村勝久君の質問に対する当局の答弁を求めます。議長、産業経済部長。古谷伝平、産業経済部長。それでは梅村議員の質問番号1の1点目の6次産業の取り組みについてお答えをいたします。まず3月議会以降の検証と課題についてでございますが、農商工と連携促進法および6次産業化法に基づき国の認定を受けました3事業計画並びに認定は受けていないものの旧農業者が農産加工を行っておりますことから、これらを対象に18品目の商品について調査を行いました。その結果、国の認定を受けました3事業におきましては、開発面では野菜など使用材料の収穫時期の課題や商品販売における販路開拓の課題がある一方、国の補助事業によりネット販売のシステムを開発し売上が伸びているケースもございました。また道の駅などで販売している農産加工品につきましては、過去3年間の販売実績を調査いたしましたところ年々減少傾向にあり、今後市内だけでなく新たな販売先の開拓が必要と考えるものでございます。加えまして商品の開発の面からは、新商品の開発はもちろんのこと、既存商品におけるラッピングやパッケージの改良、さらにはリニューアルを行うことでより魅力的な商品として販売拡大につなげる必要があるのではと考えるところでございます。次に、こうした検証を踏まえた市の役割の再構築についてでございますが、昨今の国における独自産業化への取り組みも踏まえまして、市内生産者庁においてさらなる推進が必要と考えるものでございます。そのため農林漁業者等が独自産業化への取り組みにつなげる計画認定や認定後の新商品の開発販路拡大に向けた支援アドバイス、また独自産業化に必要な研修会、農林漁業者や商工業者が等への説明会の開催、異業種間の交流やマッチング等情報交換の開催などに市として積極的に関わっていくことが重要と考えるところでございます。次に、質問番号1の2点目の全国発酵食品サミットについてでございますが、高島市商工会が中心となって実行委員会を設置をし、開催へ向けた準備が行われているところでございます。サミットの詳細につきましては、今後実行委員会で協議、検討され、決定されますが、本市での全国発酵サミットの開催は、3月議会で答弁をさせていただいたとおり、高島の豊富な発酵食品の素晴らしさを広く全国の皆様方に知っていただく絶好の機会であるとともに、地域資源を活用した経済の活性化を図る上で、大変意義深いものと考えるところでございます。そのためにも、単に開催することだけにとどまらず、将来にわたって高島ならではの資源を活用した発酵食品の生産振興はもとより、観光面からも市内外への情報を発信し、高島市の活性化につなげるチャンスと捉え、関係機関としっかりと連携をしながら取り組んでまいりたいと考えるところでございます。引き続きまして、梅村議員の質問番号2のご質問にお答えをいたします。議員ご指摘のとおり、森林は木材と生産機能のみならず、水源関与機能、産地災害防止機能、さらには生物多様性保全機能等々多面的な機能を有しており、私どもの生活に
多大な恩恵を与えているところでございまして、これらの機能を将来にわたって維持増進していく必要があると考えているものでございます。こうしたことから、市では高島市森林整備計画を策定をし、森林の有するこれら多面的機能を総合的かつ持続的に発揮するため、健全な森林の育成のための間伐はもとより、伐木時期を従来の2倍とする超伐木林、宅伐により針葉樹、広葉樹を人工的に上下に混ぜ合わせる育成副草林、針葉樹林と広葉樹を混成させる新興混交林、また広葉樹林化等々、多様で健全な森林への誘導に向けて効率的な作業を進めてまいりたい、このように考えているところでございます。以上でございます。清水康春政策部長。続きまして、梅村議員の質問番号3、安戸川駅前活性化に向けた取り組みの進捗状況についてのご質問にお答えいたします。まず、現在の進捗状況につきましては、市役所庁内関係部局の部課長会議における検討に合わせまして、安戸川市長を中心に、庁内関係職員によるプロジェクトチームを立ち上げ、すでに内部協議を始めているところでございます。このプロジェクトチームは、安戸川駅周辺再生に向けての課題の洗い出しや、会議に必要とする資料作成、あるいは説明などを受け持つ、いわゆるワーキングチームとして位置づけております。次に、今後の展開につきましては、この市役所庁内における協議を進める中で、仮称ではありますが、安戸川駅周辺活性化検討委員会の設置に向けて準備を進め、遅くとも本年度中には立ち上げた上で、具体的な協議、検討の段階に入ってまいりたいと考えております。なお、この検討委員会の組織構成につきましては、地域再生を専門とする学識経験者に依頼するとともに、まちづくりに意欲のある市民を公募し、地元からは商工業あるいは観光などに携わっておられる関係者の参画をお願いするなど、民間の委員が中心となっていただく予定をしており、定期的に協議検討を進めていただいた上で、基本的な考え方をご提案いただきたいと考えております。なお、市議会をはじめ一般の市民の皆様からも検討の状況を見極めながら広くご意見やご提案を求めてまいる所存でございます。続きまして、梅村議員の質問番号4、市のホームページについてのご質問にお答えいたします。まず、現在の体制および課題についてですが、現行のホームページは市独自のホームページ管理運用システムを導入し、サイト全体の管理を企画広報課が行い、サイト内のコンテンツ管理につきましては実際に業務を行っている各担当課が担っております。しかしながら、担当課においてましては、システム管理のための十分な人員体制が整っていないことなどから、一部には情報発信の更新、情報発信や更新等に遅れが生じるなどの課題もあるものと認識をしております。次に、ホームページの改良につきましては、現在のシステムは町村合併されました平成17年度より運用されているものであり、システム全体の陳腐化は否めないものと認識しているところであり、そのため今年度中にシステム更新に合わせまして、全体的なホームページのリニューアルを実施いたしたく、今期補正予算に計上させていただいております。次に、3点目の観光振興に関するサイトについてでありますが、観光誘客を図る上で、ホームページからの情報発信は最も重要かつ、
効果的な手段でありますことから、今後はより一層市内の観光資源をはじめ、イベントやツアー情報などにつきまして、高島市観光協会や観光事業者などの関係者と十分に連携を取りながら、観光客のニーズに応えられますよう、内容や発信のタイミングなどを工夫し、高島市の魅力を的確に伝えてまいりたいと考えております。以上です。以上、上村君。はい、そうしましたら再質問をさせていただきたいと思います。質問番号1の、6次産業の部分につきまして、お答えをいただきましたけども、ちょっと抽象的で分かりにくいところも感じております。それから全体的な内容といたしまして、なかなか軌道に乗ってないのかなというふうなイメージが、あるようにも感じられました。具体的に現在の六次産業の経済規模として金額ベースで考えると、おおよそどの程度の売上であるかというふうな部分は把握されていますか。以上、産業経済部長。古谷産業経済部長。ただいまのご質問でございますが、6次産業での金額の把握というのは現在つかめてございません。梅田君。はい、答弁の中では何回か売上を確認したという言葉もあります。実際に確認していただくのであれば、全体的な規模、大体のところをつかんでおいていただくようなところも必要ではないかと思います。そしたら、その件は今後の部分でお考えいただくとしまして、実際に今もう一つ軌道に乗ってないなというふうな感じを受けたんですけど、受けたんですけども、ここの部分につきまして、そちらの方に当たられている部長としては、どういうふうな原因で、もう一つ乗ってこないなということがあるとお考えか、所見をお聞きします。一応、産業経済部長。古谷産業経済部長。お答えいたします。まず市の対応についての側面からでございますけれども、六次産業につきましては国と事業者、また農業者というような直接的に公共団体を通らないというようなシステムになってございましたことから、正直申しまして、なかなかそういう情報をつかめてなかったというのが、私どもの行政としての課題が一つございます。そうしたことから今後、そうした課題に向かっての対応をさせていただきたいというのが一点でございますし、で今一つは事業の側面から言いますと、独自産業は農業者の方が中心となられるわけでございますけれども、実は加工とか販売に至ります段階におきますと、その加工の専門家の方がすでに、たくさんおられるわけでございまして、そうした業界の方とのなかなか競争がうまくいかないというようなことも側面にあるのではないかというふうに考えているところでございます。以上。はい、梅村君。はい、私も独自産業の現場を深く見てくる中で、非常に課題があるなと思う部分につきまして、これは単に一つの会社で独自産業というふうな部分はありますけれども、まず今プロがものを作っていらっしゃるという現場もあるというふうな部分で、なかなかうまいこといかんというふうな部分もお話がありましたけれども、つながり合うことが非常に大事になってくると思います。農商工連携というふうな方向、それから、産学官の連携、なかなか加工屋とかいろんな部分につきまして、そのデータを収集したり、いかにそういうふうな部分、健康やとかあるいは安全とか機能を、出してくるかというふうな部分につきましては、やっぱり学というふうな部分の連携も必要になってくると思います。基本的なスタートの部分でそういうふうなつながりあって一つのものを作ろうよというふうな部分をいろいろと展開してくる中で、市内の活性化が生まれてくると思います。
活性化を作るというのは誰か一人が頑張るというんじゃなくて多くの人がつながり合って一つのものを作り上げていく姿勢みたいなものに熱意が湧いてくるんだと思います。ぜひともそういうふうな部分につきまして、考え直していただいて、もっと広く皆さんに協力していただけるような独自産業の取り組みというような部分をやっていただきたいと思いますし、もう一つ付け加えて言うならば、若者の雇用というふうな部分が非常に今、問題になってきております。私は、いろいろと若者とお話をしている中でどうしても勤めたいというふうな感じの意識、勤めることより頭にないという意識があったりするんじゃないかなと思います。時給いくらでもアルバイトでもやはり勤める方がというふうな感じもありますけれども、実は高島市内では小さい事業者がいろいろとこう独立されて仕事をされていらっしゃいます。実際に言うとそういうふうな方を継いで、頑張って仕事される方が、若い力をそこに傾けていただく方がもっと収益が上がる、町のためにも活性化につながるというふうなこともたくさんあるように思います。若い方が働き場所を見つけるというよりは自分たちが働き場所を作っていけるような、事業展開、こういうふうな部分が、独自産業とか発酵食というふうな部分には十分可能性としてあるんではないかと考えております。こういうふうな部分をうまく力を、こちらの方に持ってきていただく、何が言いたいかというと主役が見える独自産業、主役が見える発酵食、要はやる人がはっきりしなければ支援の仕方はない。そのやる人をはっきり特定してしっかり前に向かっていっていただくように支援をしていくことが非常に重要ではないかと思います。そういうふうな部分につきましての、ご努力をいただきたいと思うんですが、この部分、これで、質問を、終わりにしたいと思うんですけれども、一つこの独自産業と発酵食につきましては、前回市長にもちょっとご答弁をいただいております。思いというふうな部分を市長から一言いただいてこの質問は終わらせていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。福井市長、独自産業については3月議会でも、ご答弁させていただきまして、これは高島市だけではございませんで、全国的には独自産業化の、法律的な、制度体制は整えられておりますものの、現実的に飛躍的な発展を遂げている独自産業化の事例が一方で少ないのも事実であります。おそらく、そういう中にはなかなかその制度が浸透していないという部分と、例えば先ほど議員ご指摘いただいておりましたように農商工でありますとか産官学、そうした連携のありようがなかなかそれぞれの地域地域ではこう体制が直ちに整わないというのもおそらく課題であろうというふうなところも見えてきているわけでございますので、先ほど担当部長の方からご説明申し上げましたように市としての役割はそのあたりで少し見えてきている部分もございます。例えば生産者とその他関係業者とのマッチングでありますとか、あるいは販路開拓、あるいは新商品に向けたそのあたりのアドバイス支援で、それも決して市が主役になることではなしにそれぞれの事業主体が主役になっていただきながら国なりあるいは県なりとの連絡調整を図らせていただくということも市の役割であろうというふうに考えているところでありますので、そういう思いで今後とも独自産業については積極的に推進をさせていただきたいと思っておりますし、もう一点 そのいわゆる発酵食品サミットについての考え方ということでございますけれども、これはもう先ほどこれも担当の部長からお答えしましたように、単にこの12月の7日8日その2日間で開催するだけではなしに、それを契機として、あるいはその開催に向けた諸準備から開催後の高島市のいわゆる産業振興あるいは観光振興につなげていくような仕組みをぜひとも関係者団体と連携しながら作り上げていかなければならないというふうに考えているところでございます。はい、積極的な村君、はい、積極的なご答弁をいただきましてありがとうございます。特に発酵食サミットにつきましては、ここがゴールではなくここがスタートになるように、ここまでに市内のいろいろな特産品を作っていくような形で、そこからどんどん全国に発信していけるような形でスタートできたら、
最高ではないかなと思います。みんなでこの部分に検討を続けるんじゃなくて、前向きに、もう動き出すというふうなことができるように、進めていただけたらと考えております。それでは質問番号2番の方に移ります。将来あるべき森林の姿を考えるという部分につきまして、再質問になります。皆様のお手元の方に資料をお配りしております。こちらの方にパネルでも用意しております。森林の現状と課題、森林の多目的機能というふうな部分につきまして、こちらの方にパネルも用意し、資料もお配りしておりますけれども、これは、実は、林野庁の方が出されている資料でございます。この平成25年4月に、発表された部分でございます。まず先ほどもあの申しておりました森林の多目的機能がこういうふうな形であると、水源の寛容、それから土砂災害について、それから、地球環境の保全、あるいは生物多様化性の保全と、でそれから、物質の生産ということで、今の木材やとか食料生産というふうな部分があります。その他にということで、ディグレーションやとか分割と観光というふうな部分にもこれつながってくるというふうな形になってくるかと思います。こういうことで非常に多面的な機能のある山、こういうふうな部分を頭に置きながら森林というふうな部分は、考えていかなければならないよということも、この頃国で言われるようになってきたというところでございます。それで森林の現状というふうな部分につきまして、特にこの中で注目していただきたいのは、人工林の、樹齢別面積ということで、ページのこの2番目の2と書いてあるところの近くの棒グラフでございますけれども、これ1、2、3、4と下に書いてあるのは0、9というふうな部分でございます。その次のページを見ていただくと、高島市全体の森林データというふうな部分が書いてあります。ここにも霊丘別というふうな部分が書いております。次のところを見ていただくと、1霊丘が1年から5年、2霊丘が6年から10年というふうなことで、一般的にこの8霊丘というところで区切られたりすることが非常に多いんですけれども、先ほど質問でしておりましたように、40年以上というふうな部分を考えますと9霊丘というところからになってくると思います。下のグラフ、元々の2番のグラフと同じような形でまとめてみますと、9霊丘からというふうな形で伐採可能の杉というふうな形で考えると、全体の杉の面積の 52%、 今から考えておかなければというふうな部分は、例えばこの10年何もせずに置いておくと、これはもう 88.3% のこの杉の山がもう伐採可能な時期になってくるということになります。要はここを伐採した後どういうふうな森にするかというふうな部分について、誰かが考えていかなければならない。ただ指示を受けたまま植えたんでは、これは今までと同じことが起こってしまうんではないかなと。今まで、何も考えずに植林をただ繰り返したというふうな部分の中で、例えばこの杉の森林というのは約半分がクツキでございます。クツキの方なんかでは非常に過疎が進んでいますけれども、これは、森林という仕事に対しての離職者というふうな部分がやっぱり生活を求めて、都会に出ていくというふうな部分、本当に生活ができなかったらどこかで生活せんなというふうな部分があろうかと思います。そういうふうな思いでこのグラフを見ていただきたいと思います。そうしたら今これから山がどんどん植林をせんなん時期になって、誰が考えるか、これはやっぱり地域のそれぞれいらっしゃる今残っている皆さんが十分考えていただいて、植林というふうな部分を手がけていっていただきたい。その考える一つの方向性として、出されているのが次の3ページでございます。
間伐はもちろん重要でございますけれども、多様で健全な森林への誘導ということで、単純に今まで杉や林の部分を、長期の伐採をするということで2倍程度の、まあ、40年やったら80年というようなところで伐採するというふうなことで一部を、そういうような長期にわたるものにしてくる、あるいは、広葉樹やとかそういうふうな部分と合わせた森に作り変えてくると、こういうふうな部分を上手に計画的に、森を作ってくることによりまして、森の機能が、維持されるというふうなことになります。そういうふうな部分を十分頭に置いた、地域の方で考えていただくような、地域にまた出た人が戻ってきていただけるような、森に作っていくことが大事ではないかと思います。すぐに帰ってこられることはないとしても、やはり、この長期に10年、20年、30年というふうな部分にわたって、森林も育てられてきます。そういうふうな部分十分考えていただいた上で目指すべき森林の姿というふうな部分が最後の4ページにありますけれども、多様なこういうふうな森の姿、それでいろいろな機能を保全していただきながら、それから観光やとそういう観光とかそういうふうな部分にも、結びつけていただくことが大事だと考えております。特に今観光資源の背景を考えたら土地の木やとかブナの木というのがあります。観光的な歴史的な背景などを考えますと、昔は栗の木を枕木に使われた栗の木もたくさんあったというふうな話もございます。建築材でも、単純に杉、ヒノキじゃなくって欅なんか広葉樹で、育てられると文化財としての木として非常に重宝されることになってくると思います。また紙やパルプというふうな部分で世界的によく使われるようになってきたのがユーカリの木。ユーカリの木は7年ぐらいで成木になってきます。40年で経営を考えるより7年で経営を考えるというふうな部分を考えれば、こういうふうな部分も面白いと思います。観光で活かせるというふうな部分を考えたら、紅葉やとかそういうふうな部分でモミジの木を散りばめたりとか、それから白樺の木の間でというふうな部分でキャンプなんかができるような森にしていくというふうな部分も面白いと思います。これは私たちが決めるというよりは、そこに暮らす人たちで決めていただくような形ではないかと考えております。こういうふうな部分のことにつきまして、部長の方の見解をいただきます。以上、産業経済部長。福谷産業経済部長。お答えいたします。先ほどご答弁で、申し述べましたように、森林の多面的機能の大切さということは申し述べたとおりでございまして、私どもも、10年を行き5年で改正をいたします高島市の森林計画のもとに、市民の皆さんから経営計画また施業計画を挙げていただきまして、こうした従来の杉一辺倒というような森林からの展開いたしまして、ただいまご指摘いただいておりますような多様な林業政策の誘導に努めてまいりたいというふうに考えておりまして、その一例といたしまして、長寿の森の奨励事業等々におきましては、罰金を倍に伸ばすと、40年から45年のものを80年から90年に伸ばすというような施策も展開をしておりますし、また先ほどご指摘いただきました新興根拠樹のような施策も展開をしているところでございます。また合わせまして県の方でも、18年の方に琵琶湖森林づくりの条例が制定をされまして、こうした思想を展開していることを合わせてお答弁申し上げます。梅村君。ちょっと私の質問というよりは非常に長い話になりまして、最後の部分だけがちょっとご答弁をいただきたい部分やったんですけども、地域の方でやはり、くつきとか牧野とか非常に森林の多い、杉林の多い、こういうふうなところの、山をお持ちの地域の方が、十分この話の中に参加していただけるような、場所を、設けて、これからそういうふうな部分について十分、町の方で考えていただくというふうな部分を検討していただきたいと
というふうなことでございます。もう時間も少なくなってきましたので、当分結構でございますけれども、そのように図られることを、お願いしておきたいと思います。それでは質問番号3番の安土川駅前活性化に向けた取り組みについての進捗状況についてでございます。先ほどご答弁がいただきましたように、今順調に、その市庁舎内で、プロジェクトチームを作って進められているというふうなお話でございました。私どもも、この進み方について、興味はございますし、それからどういうふうになるのかなというふうなことでいろいろな質問もございます。要は今その方向をどうしてほしい、ああしてほしいということではなく、これを市民の皆様に確実に今こうしてますよという情報発信をしていただきたいということです。本当に何も情報発信をされなければ心配の中から余計なことをいろいろと心配されることにつながってまいります。そういうふうなことでぜひとも今こういうふうに進んでおりますからというふうな部分を発信していただくような手立てを今後考えていただきたいと思います。具体的な部分につきまして、どういうふうに取り組まれるかというふうな部分も、教えていただきたいところではございますけれども、そこら辺の部分につきまして、一言どういうふうに取り組まれるというふうな部分についてご答弁をお願いしたいと思います。清水政策部長。はい、ただいまご質問いただきました、市民の皆様への発信ですが、先ほど答弁で申し上げましたとおり、まず今市役所庁内で検討を進めておりまして、その後におきまして、市民の方々も入っていただきます活性化検討委員会を立ち上げる予定でございます。この中での検討状況につきましては、市民の皆さんが入っていただくということですから、公開される状況に、実質的に公開される状況になると思います。またその検討委員会の協議の中で、その委員さん以外の市民の方々、市議会も含めましてですが、また別の機会においてその意見をいただく、意見をいただくためにも、情報については公開させていただくということになります。以上です。以上。村田君。はい、そしたら、その部分、これからも、市民の皆さんの耳に届くような形で、上手に発信をしていただきながら、市民の皆さんも、その検討に加わっていただいてということで、進めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。質問番号4番に移らせていただきます。市のホームページについてでございます。この部分の再質問に入らせていただきます。ホームページにつきまして、資料の方を皆さんのお手元の方に配らせていただいております。ホームページはもう皆さんも当然よく見られていると思います。高島市のホームページの上の方に、これパッと見ると、どうしてもこの市民の方へ、事業所の方へ、観光の方へと、それから市政と市の情報へと、ここのバナーをクリックしたくなるものでございます。その他のところはちょっと文字が小さいので、でここに誘導しているように見えるんですけども、中に これを一つクリックしまして、すいません、順番がちょっとあれですけども、事業所の方へというふうな部分をクリックすると、この3つが出てまいります。指定管理者の指定について、それから礼記集、それから、住居表示一覧、果たして事業者の方へというふうなホームページの内容で、本当にこれでいいのかなと私は思うわけです。本当に事業者が求めたい情報というのが、市役所の方の感覚ではこれなのかなというふうな、本当にこの部分とか、観光の方へ、ついこの前までこれやったんです。平成25年4月1日、改正バス時刻表、これ1行でありました。
今皆さんのお手元についているのは今現在の文言がついています。3つありますで、高島満喫ツアー、これは観光協会のホームページへのリンクです。それからおすすめイベント、観光協会のホームページへのリンクです。それから、高島市情報ポータルサイト琵琶湖源流 .com を開設、こちらの方も、ここへのリンクでございます。要は、市としては特に、その情報は発信していないと、リンクをしているというふうな状態でございます。何が言いたいかというと、観光をこう見に来たい方というのは情報も多元的に、市はこう出しているな、観光協会はこう出しているな、お客さんはこういうふうな形でものを見てあるなと、いろいろ見持って見比べて、やっぱりここが面白そうやなというふうな形になってくると思うんです。今みたいな情報で観光で高島市は頑張りますよということに、言っていただいても、それから事業所の方へと言われて、あの程度でこう出されても、あまりにもちょっと、ホームページとしてはちょっと寂しいなという感じがいたすわけでございます。それで、他の市の部分を調べてみました。一応例に3つ出しております。草津市さん、それから、東近江、それから、愛荘町ですか、この3つを出しております。この3つを見ていただいても分かるように、実は上のこの並んだ帯状のバナーでほとんど行きたいところに行けるんです。それでその次のページで、その次その次と進んでいかなくても、大体必要な情報が拾えるようになっております。高島市の情報になりますと、今のところから探しながら行っても、まだ階層が深くて3つも4つも行って、結局どこにというふうな部分になってきますと、非常に深いところにたくさんの情報が入っていたりします。そういうふうな部分ではまだちょっと間違って表示されているものもございます。皆さんのお手元にもあろうかと思いますけれども、例えば市税と公金の収納についてというふうな部分、銀行には琵琶湖銀行という表示があります。それからそれぞれの収納の窓口も、税務課はよろしいでしょう、水道課とか下水道課とか、子ども家庭総務課、学校保健給食課、住宅管理課、すでに内課の名前がたくさん出ております。これは市が出しているホームページで、市の課の名前がこのようになっているというのは非常に、ちょっと何回か私も指摘させていただいているんですが、これだけはまだ直せないというふうなことで、本当に市民サービスを考えるホームページであれば非常に問題の大きいところだと思います。やはりこういうふうな部分について市民が皆さん見ているという意識に立って、これをやっていただけなければ正確な情報かどうか、ホームページを見られるときに市民の皆さんは疑ってかかられることになるというふうなことになる。これは非常に問題が大きいと思いますので、ここの部分の改善点につきまして、もう一度答弁をお願いしたいと思います。政策部長。はい、ただいま梅村議員の方から厳しいご指摘をいただきましたが、おっしゃるようにこのホームページの構成といいますか、このデザインにつきましては、確かにこう若干こう使いにくいというところがございますし、一部情報が不正確な部分がことについては承知しております。ただ今年度、これにつきましては、リニューアルを予定しておりますので、より使いやすいような、変更につきまして、対応していきたいと思います。ただこのホームページを、その一時的にそういう形でリニューアルしましても、私先ほど答弁の中で申し上げましたように、これを更新しているのが、私ども企画、広報課であり、各担当課ですが、やっぱりその職員が常にそのホームページの更新について、先ほど先生、議員がおっしゃいましたように非常に重要なものであるという認識を常に持っていないと、いくらデザインを変えようとも、使いやすくしようともその中身がやっぱり充実しませんので、この市職員の意識については、
特にその重要かと思いますので、これについて向上できるようにしていきたいと思います。以上です。以上。村君。はい。そのホームページを作られた時の参考で、こういうふうなバナーの並び方とか、これは各市役所でだいたいこの頃状態が揃っております。標準化してくるということが一つ必要だと思います。どこのホームページにいてもここでこうやって押したらだいたいこうやっていける、その標準化をしてくることと、それから高島の、ありがとうございました、はい、上村勝久君の質問を終わります。